ここからまた本当にまた逆サイドっていうのもすごく空いてるんで、一気に裏を狙って白井前へ追いつきます。同サイドの裏を狙ってきました愛媛。ナイスボールでしたね今ね。サイドチェンジではなくて縦に行きましたね。そう、ちょっとこう今スライドをねだいぶ遅れてたんで、そうですね、ラインもちょっと合ってなかったですね今ね、はい。ちょっと復活も予想外な感じでしたね。